はい、どうもこんにちは。今回はですね、コメント返しの動画ですね。今までね、10本動画を投稿したら、コメント返しの回みたいな感じで、やってるんで、ちょうど、10本、前回のコメント返しから10本、動画を投稿したので、コメント返しをさせていただきます。はい。言うてね、全部のコメントに返せるわけじゃないんで、これも毎回言ってるんですが、ちょっとそこは、ご容赦ください。全部返してるとね、もう時間がどえらいことになっちゃうんでね。はい、まず前回のコメント返しの動画についてコメントですね。キャバクラはやめとけ。何もいいことないぞ。ただただ金をドブに捨てるだけだ。その金で高級風俗行くのだ。つまり、俺が女性経験がないから、風俗とかそういうキャバクラとか行ってみようかな、みたいなこと言ったのかな。うん。いやね、確かに、風俗もそうだし、キャバクラ？ガールズバーとキャバクラって何が違うんですかね？それすらちょっとよくわかってないんだけど、行ってみようかなと思って。確かに、そのご意見としてはわかるんですが、ただね、一回は、言っといても別にそんな、そ、そ、そん、わ、損得勘定じゃないけど、行ってみてもいいのかなと思うんですよね。うん。酒が飲めないわけじゃないんで、別に強いわけでもないんですけども。で、一個ね、すげえ気になる店があるんですよ。自分の最寄り駅じゃないんですけど、よく打ち合わせとかで よく利用、とあるね、利用する駅があるんですけども、そこの駅のホームに降り立って、都心部なんでね、いろんなビルが周りに立ってて、そのビルに看板が立ってるんですよ。要は駅のホームに向かって広告、看板が出てるじゃないですか。その中に、当ビル何階、ガールズバーみたいな看板があるんですよ。で、そのね、看板が、その実写の写真とかじゃなくて、もうイラストなんですよね。なんかね、もう、なんつうの、秋葉原にありす、いやでもなんか微妙に絵柄がテイスト違う気がするんだけど、なんかそんなタッチのガールズバーみたいな、ここのビル何階みたいな感じで書いてあってね、やたらあれがちょっと気になるんですよね。あの絵誰が描いたんだろうみたいな。なんか癖があって、超うまいわけでもないけど、いや、ちょっと至近距離でよくよく見てないから何とも言えない部分はあるんだけど、この絵誰が描いたんだろうなってね、ちょっとね、気になってね、そこだけその店に聞きに行こうかなって思ったことはあるんですよね。だからちょっとね、一回あの店に行って、レポーみたいな。風俗よりまず先にそっちをレポートするみたいなことを考えてもいいのかな。 どうすかね。やめた方がいいですかね。金ドブに捨てるだけですかね。次、来週のコミティアにサークル参加しますっていう動画のコメントですね。主ちゃん、俺ですね。好き勝手言まくった挙句、動画にも出演し、さらには同人誌にまで出してもらえる T 岡は幸せ者ですね。いや、ヤングエースの編集部の人ですね。うん、今もいるのかな？もうね、10年以上昔の話だから、もうさすがに、ね、人事異動とかで、いなくなってるのかな？わかんないけど。T 岡さんね、俺のこのチャンネル見てくれてると嬉しいんだけどな。次ですね。コミティアのその当日ね、ライブ配信しようと思ったらできなかったから、急遽スマホで撮った動画のコメントですね。ライブ配信楽しみに待機してましたが、残念です。またの機会にお願いします。明日体調に気をつけて楽しんできてくださいね、ということですね。ありがとうございます。いや、だからね、ほんと、どっかの機会で生配信 ね、肩透かしに終わっちゃったから、どっかの機会でやりたいんだけどね、なかなかその機会というかタイミングというかね、前にも言った気がするけど、家ではちょっとやりたくないんで、どっか出先で、
やりたいなぁと思うんですけど、いかんせんちょっと、なかなかね、そういうタイミングがないし、あと、コミティアとかも、もうね、今年、まあ少なくとも今年はもう出る予定もないので、なんかそういうタイミングがね、ちょっとなかなかつかめなくて、一回ぐらいちょっとやってみたいんですけどね。で、同じく、その前日にと急遽スマホで撮った、緊急で回した動画に対してのコメントですね。明日本買いに行きますとかね。明日行けないんで人に買ってきてもらいますとかね。買いに行きますってコメントをつけてくださった本当にありがとうございます。多分当日お会いした方々、まあ、もしくはね、お友達に買ってきてもらった方もいるっぽいんですけども、本当にありがとうございました。まあね、またね、参加したいなと思ってるんですけどね。まあ、必然的にコミティア、まあコミケ？いやー、どうなんだろうな。で、コミティアが終わって、その、コミティアの行ってきましたよってレポートに対しての、動画のコメントですね。美少女アイドルのショールーム的な感じじゃないですか、もはや。モッテモテ。しかも明日はデートですか、浮気者め。このデートがね、すっぽかされたやつね。すっぽかされたというか、ドタキャンされたやつね。とにかく、いい思い出ができたようでよかったです。しかも、売れた冊数も相当ですね。次回があるなら、その時は参加したいな。ありがとうございます。俺に、冗談で、東京ビッグサイトで僕と握手って言ったら、本当に握手を求めてきた人が複数人いたっていう話をしたこと、要はアイドルの握手会みたいなね。まあ、俺も本当ね、勘違いしちゃった。もう俺はアイドルなのかなってね。皆さんもね、あれ経験したら、俺アイドルなのかなってね、多分勘違いしちゃうと思いますよ。握手求められて、そうないでしょ。帽子にメガネ、マスク。同じ動画に対してね。帽子にメガネ、マスク、逆に目立ってません？さらっと流してください。40冊おめでとう。夢を追いかけるのを断った人は、夢を追いかけるの絶った人は、夢を追いかけてそれを達成した人がいれば、まるで自分が達成したかのように嬉しいんです。応援してます。ということですね。ありがとうございます。また、いつかはね、参加したいとは思ってるんですけど、まあ今後ね、まあちょっと手探りですわ。他にもね、それに対して、そのコミケレポートに対してのコメントで、明日通販注文しました。明日届くので楽しみですとかね。通販ですが買いました。自分もこのチャンネル経由で知って購入したので、 YouTube が持つ反則力はそういうかもですね。そうなんですよね。本当に改めて、YouTube でしか、ほぼほぼ行ってないんで、Twitter も行ったけど、ほぼほぼあれは 放置してるようなもんなんで、YouTube を通して、わざわざね、来てくれた人、結構なかなかバカにできないなと思いました。まあ、チャンネル作って1年以上経ってから、だから、チャンネル作って、じゃあ即ホイみたいな感じは、またね、違うと思うんですよね。もちろんそれは。まあ、1年以上経ってから、1000人行って、っていう感じだったんで、多少そこはちょっと時間をかける必要はあるのかなと思いますね。次ですね。あれだ、要は、マッチングアプリの動画ですね。要は、ドタキャンされましたっていう 話ですね。こんにちは、メロンブックスで同人誌注文してみましたが、はやつさんがとても可愛かったです。主さんのオリキャラがこんな感じの女の子なんですね。セクシーさもあって、とっても楽しく読めました。デートうまくいったら面白いですね。この後頑張ってくださいっていうね。まあね、マッチングアプリに関してはね、結局、成果なしで終わってしまって、本当に、まあ、まあそうなっても全然不思議じゃなかったんですけど、結果的にね、特に何も成果なしってことになってしまったんで、そこはちょっと、なかなかうまくいかない部分であるんで、うまくいけばね、なお良かったんですけど、覚悟はしてたとはいえね、多分何もならない可能性もあるだろうなってね、始めた当初は思ってたんですが。
同じくマッチングアプリで4ヶ月経ったっていうのはですね、キッズっていう、16分54秒、キッズタイムスタンプっていうのは結構いいの。要は俺がドタキャンされて一人で店に入って た時のエピソードだと思うんだけど。2ちゃんとかでもこういうブッチされるのたまにあるけど、本当無駄くそうです。それにしても主は大人ですね。素晴らしい。じいさんとうまくいくといいですね。じいさんっていうのが、唯一2回会ってくれた女性ですね。まあちょっとこの方とも結局、その後何もなく終わってしまったんですけども。まあね、お店がね、いや、お店自体はすごい良かったんですよ。見晴らしが良くて。まあ、すごいね、高い高層の位置にあって、大都会を見下ろせる場所にあったから。だけどさ、もう行けないよね。もうあの店、今後もね、いい思い出を作ったら、あの店何回も利用しようかなと思ったけどね、もう嫌な思い出ができちゃったから、もう二度と行きたくないって。お店に非はないのにね。お店に何も非はないのに。直前ドタキャンされたもんだからさ、どうあがいてもその思い出がさ、頭に来てさ、嫌な思い出がさ、頭をよぎるからさ、そういう場所ってもう基本的に行きたくないじゃん。わざわざ自分から、しかも金を落とす場所として考えたら。もうちょっとに、全然お店に非はないけど、もうあそこにはちょっと行きたくないです。料理とかすごく美味しかったんですけども。他にもね、その同じ動画に出して泣いたっていうね、コメントあった。あと、同じ動画で、相手の気持ちを考えられない大人としての常識が欠けているエイジさん、ドタキャンした人ね、と会えなくてむしろ良かったと思いますと。精神的に来ちゃう気持ちをお察しします。焦って会う約束をする前に少し時間をかけて、距離を縮める戦略とかどうですか？ 40 代は思ってる以上に理想が高い人が多いので、20代後半から、30代前半が現実的な人が多いと思います。年の差って10歳ぐらいなら気にしなくて大丈夫です。応援してますってことですね。まあちょっと今となってはっていう感じなんですが、ただね、ちょっとこの方のご意見も参考にしてね、その後、俺そのマッチングアプリも今はね、退会しちゃったけど、確か、その検索の条件のところに、確かね、30代後半から40代前半って設定したんですよ。で、このコメントを見て、ああ、そうなのかなと思いながら、20代後半から30代前半に設定した覚えがある。で、そこから何人か、マッチングはできたんですよね。ただね、やっぱね、もう、完全に気持ちがやっぱ切れちゃって、これ前も言ったかもしれないけど、30代前半の方からのメッセージをいただいたんだけど、もうすでにマッチングして何回かやり取りしてたんだけど、最後にその方から新着メッセージ来たけどね、結局それを開く気持ちも消えちゃって、そのまま新着メッセージを読まずに退会したっていうね。もう、落ちるとこまで気持ちが落ちて。普通だったらね、そんな、ちょっと前のね、始めた当初の俺だったらね、舞い上がってた。確実に舞い上がってたと思うんだけど、だって、30代前半の方からメッセージが来たら、それは嬉しいですよ。絶対読んですぐ返信したと思うけど、それを開かないんだよ。開かずに、通知は確認したけど、メッセージが来てますよって、この方から。結局開かずに、退化したっていうね。どんだけ気持ちがもうやる気がなくなっちゃったかっていうね。のがもうそれで伝わったかなと思いますが。もう本当にすいませんでした。でもね、そのことにも、もう申し訳ない気持ちいっぱいですね。ちょっと昔の動画に戻って、週刊連載2本抱える漫画家のアシスタントの動画ですね。想像の遥かを行く、上を行く厳しさですね。聞いてるだけで頭痛がしてきました。主 さん、本当にいつもお疲れ様です。ありがとうございます。もう、昔の話ですけど、大昔の話だけど、本当、苦い思い出ですね。あれはちょっともう 今となってはね、こうやってもネタにできるけど、あの当時はもう、若干放心状態に
帰ってね、その現場から解放されてっていうか、帰宅した時はもう放心状態になってました。あ、これあれだ、漫画専門学校。専門学校って言っても学校法人じゃないところのに潜ってきたよっていう、体験授業潜ってきたよっていう動画ですね。自分の母校へ行けばいいのに、てんてんてん。自分の母校に 卒業した自分の母校に 体験入学申し込むやつおるん。 いや、面白いけどさ 面白いし、仮に申し込んでもバレないのかな？どうなんですかね？普通に受けられちゃいそうだった気がするけど。まあ面白いです。確かに。行けたら面白いですね。どうなってるのかなって、もう。設備どうなってるのかなって。潜りに行きたいですね。それはある。はい、次。今まさに修羅場ってる漫画。これも iPhone で、左側に iPhone 撮って、自分がね、この液晶タブレットに書いてるところを映した、ちょっと音が聞こえにくい動画ですね。本当申し訳ないです。初コメです。お疲れ様です。手伝って差し上げたい。ありがとうございます。手伝ってください。助けてください。救ってください。お願いします。お願いします。手伝ってくれる人、募集します。募集しますよ、もう。概要、その応募先とか何もないですが。ですね。これも、今まさに修羅場ってる漫画家に対してのコメント。動画初期の頃からずっと楽しませてもらってる同業者です。同業者ってことだったから、漫画描いてるってことですよね。コミケでご本人から直接買うぞと意気込んでましたが、おりましたが、原稿は終わらずいけませんでした。なんとなく勝手にくたびれたイメージを作っておりました。過去すいません。清潔感のある青年でびっくりしました。黒シャツとかめっちゃ素敵。これからもいろいろ楽しみにしています。結婚も子育ても終わってる熟年漫画家よりっていうことで、大先輩じゃないですか。ありがとうございます。いや、くたびれてますよ。もうくたびれてます。はい。もう、そのイメージは合ってます。あの時、部屋、普通に暑かったけど、なんかカーディガン、なんとなくちょっと気にして、羽織った気がする。はい、くたびれたイメージは全然間違ってないです。合ってます。次ですね。これも、あれだね、同じ修羅場ってる漫画家の動画のコメントですね。忙しい、この方も同業者だね。忙しいのに、配信お疲れ様です。私もちょうど修羅場ってきてるところです。足なしで一人で書いてますよ、てんてんてん。ペン入れまで終わったら終わったようなもん分かります。仕上げ作業はダッシュです。お互い頑張りましょうっていうね。そうですね。いや、お疲れ様です。今っていうか、最近ちょっと思ったのが、今はね、こうして線画、まあこれはちょっとただ単にサムネ用のただの絵だから別に何でもいいんじゃだけど、ちょっとね、液タブで描いてるじゃないですか。だから下書きとか、ペン入れとか、まあネームとか、は、まあ、この液タブで書こうとは思うんだけど、仕上げに関してはね、ちょっとね、もう、あとカラーのイラストの色塗ったりとかね、ちょっとね、もう、板タブにしようかなって思ってるんですよね。板タブ買って、なんか要は、やっぱどうしてもね、発色が、俺が使ってるこの液タブって、エントリーモデルで、カラーとかだと発色が全然良くないんですよ。なんかイメージが、いざでかい、通常のモニターにパッて、クリップスタジオを動かしたら、色の見え方が全然違うんで、これ、仕上げ作業するときは、もう板タブにしようかなってちょっと考えてるんですよね。あと板タブの方が姿勢が良くなるんで、この猫背とかにもなんないから、ちょっとでもちょっと体をいたわるじゃないけど、ちょっとそういうことを考えたらね、板タブ、買おうかな。売っちゃったんだよな。昔持ってたんですよ。インティオスプロ。ちょっと名前忘れたけど、L サイズ。でかいやつ。
L サイズのワコムのインティオスプロ、名前忘れたけど、あれ売らなきゃよかったな。いや、もう液タブ買ったからもうこれ使わねえからいいやみたいな感じで、どっか電気屋さん行って 持ってって、ほぼほぼ、数ヶ月しか使ってなかったんだけど、売っちゃったんだよな。まあ思えばちょっと、しかもほら値上がりしたじゃん。だから、板タブですら高くなったから、前ね、紹介したちっちゃいやつ、あれは基本的に持ち運び用で、あれしかもちょっとボタンついてないんですよね。ショートカットキーとか。で、前持ってたそのでかい、ラージサイズの板タブは、ボタンとかついてたから、あれまた買い直そうかな あれを、だから仕上げになったら、この液晶タブレットの上にポンって乗せて、目の前の大きいモニター、モニターがね、これ何インチだっけ？ 30 インチの、30インチだったかな。まあまあでかいモニター使ってるんで、まあつうてももう安物だから、そんなね、iMac みたいな、ああいうのとに比べれば全然さ、負けるんですけど、買ったのも2018年ぐらいだった気がする、このモニターも。まあでも、やっぱちょっとね、そういう意味でも、仕上げに関しては全然板でいいから、色塗ったり、ベタ塗ったり、トーン貼ったり、硬化線描くとかぐらい、3D 設置してね、前回のやったみたいにラスタライズしたり、LT 変換したり加工したりぐらいやったら、全然液晶じゃなくて、板タブでやりたいから、板タブ買い直そうか。またかつて持ってたものを買うのも、めんどくせえけどさ。はい。そんなところですね。なんだっけ。あ、これはそのコミキアで出した同人誌の話っていう動画ですね。まあだから読んだ人だけわかる向けのちょっと動画だったんですけども。なんか主ちゃん不幸体質だよね。動画映えはするけど笑い。新聞のハゲじじいは聞いてるだけでムカムカしましたって。もしその女性と結ばれていたら、もっと早くに漫画家志望時代を終えて、お金たくさん稼ぐために就職とかしちゃってたのかもしれませんね。無責任な発言ですが、私としては今の主ちゃんがいてくれてよかったですってことですね。そうだね。あのハゲじじいは本当、未だに思い返すともう腹立つんだけど、あの子とね、ちょっと勇気を出して、あの時まずもう帰らないでって言ってたら、多分全然違うことになってたと。もしかね、もうな、まあ、成り行きでも何でもいいけど、付き合ったりしてたら、どうなってたのかな？でもあんまり幸せになってるイメージ全然湧かないんだけどな ちょっとあの子と一緒になったとしても。だから自分にそのね、でもどうなんだろうな。もしあ、いろいろまたそれはそれで考え変わってるか。もう漫画をちょっと一旦諦めて就職しようとかいうふうになってたの。なってたね。さすがにちょっとって思ってたと思う。はい、これも同じですね。ヌードの古刹なら割とあります。これあれだ。だからモデル、ね、成人向け漫画描いてるから、俺専用のモデルの子が欲しいみたいな話をしたんですね。話に出た秋葉にもあります。だいたい用意されたスタジオで撮影、衣装を用意しているところもあり、自分で持っていくこともできます。ただ1時間最低で2万円は見積もった方がいいでしょうという。まあ2万円だったら全然払うかな。誰か監視してるんですかね、それは。第三者が監視しながら、こいつなんか間違ったことをやらかさねえだろうな、みたいな感じで、監視のもと、撮影開始するんですかね。どうなんですかね。はい。これですね。これも同じ、動画に対してのコメントですね。メロブで同人誌購入させてもらいました。とても面白かったんで次回作待ってます。ということですね。ありがとうございます。次回作どんなの書こうか。あ、もしやる、あの、もう完全に今、ただの空想というか、想像の話だけど。まあね、結局自分の過去を掘り起こすことしかできないから、
現在進行形のちょっとエピソードはちょっとね、もうそれはもう動画の話で消化するだけにとどめるんで、まあ専門学校のねエピソードとかはねまだ話してないことが結構あるから、それをあえて書くとかね、うん、あるかもしれないですね。はい、またちょっと昔の動画に戻って、週刊少年チャンピオンに持ち込みったらトラウマを植え付けられた話、あのイカちゃんが、サムネのやつですね、チャンピオンでサッカー漫画とはまた手を出したジャンルも悪かったかもな、エピソードが連載時期と被っていた頃かは分からないけど、シューちゃんにはエンジェルボイスってサッカー漫画があって、あれに勝てる漫画ってまあないからね、新人とはいえ連載志望で持ち込みしてるんだろうから比較されちゃうよねってことですね。エンジェルボイスね、もちろん知ってはいるんですけど読んではないんだよな。読まなきゃあかんすかね、すいません。週刊少年チャンピオンのサッカー漫画ってさ、もう俺野田達樹先生のオレンジしか読んでないから、あれはね全然オレンジは面白かったんだけども、エンジェルボイスありましたね。でもね、あ、かぶってたかな、かぶってたような、かぶ、どうなんだろうかぶってたかもしんないですね、うん、確かに言われてみると。相変わらず飯田橋にあるんですかね、あの木村屋っていうパン屋さんの、パン屋さんだっけあれ、角曲がってなんだっけ、ホテルエドモンドの正面だよね。何回も、一時期はね、何回か行ってました、あそこに。はい、はい、また、漫画専門学校、昔の動画ね、漫画専門学校に入学して出会ったやつらを紹介するぜっていうですね。D さん面白すぎるって。D さんね、以前動画にも出てくださった D さんね。うん、あのご本人にね伝えましたよ、 D さんあなた人気者ですよってうちのチャンネルで人気者ですよって言ったら、なんでって言ってたけどしかも D さん未だに俺のチャンネルのとこ知らないからね知らんからね、めっちゃ、え、別にそんな普通のことしか言ってないだろう俺みたいな感じで言ったけど、いやでも確かにね D さん面白いんで、またいずれ出てきてほしいですね。はい。次ですね。本当はデスクツアー動画を撮りたかったっていう、このスタイルじゃなくて、スマホで撮ったスタイルの、あれですね。自分の机周りのものを紹介するっていう、聞こえづらい動画ですね。リラックマ可愛いっていうね、ありがとうございます。可愛いんですよ。このメガネスタンドね。今は俺の目の前、右斜め前に飾ってあるメガネスタンドは、リラックマのね、あるんだけど、ほんとね、ちょっと調べてみたらわかるんですけど、他の方にも書いてあるレビュー、もうね、今、販売してないから、昔の商品で、正規品はもう、正規品っていうかもう、新商品、パッケージされたやつは出回ってないから、あれだけど、でもね、レビューとか見たらほんとひどいよ。もう、かわいいけど、メガネスタンドとしてはもうひどすぎる。よくこれを、良しとして、ゴーサイン出したなっていうレベルでひどいです。メガネスタンドとしては、うん、飾り物としてはめちゃくちゃ可愛い、確かに、うん、このね、ラバーをつけないとね、何の機能もしない、うん、そういうね、レビューがね、買った直後に、え、何これと思って、改めてそのリラックマ、メガネスタンドってやった時にね、そういうレビューがいっぱいあって、あ、やっぱみんなも同じこと思ってんだなって思いました。まあ俺が買ったのはメルカリかなんだかで買って安かったから全然いいんだけど、まあ今でもメルカリとかそういうところに探せば多分出てくると思うんですけども、まあ改めて言います、メガネスタンドとしてはもう本当に役に立たないです。はい、可愛いのは可愛いです。ただ単になんつうの、飾り物としてだったら全然ありだと思います。はい、次ですね。これも、昔の動画ね。新人漫画賞受賞。連載なし、音沙汰なし、担当もなし、賞金未払いで10ヶ月経過って動画ですね。過去、漫画家の過去話で聞くね。連載始まったからもらえなかったとか。だから、要は、結構は言い過ぎか。結構は言い過ぎだけど、でも意外とあるあるっていうね。でもさ、連絡なし、担当もつかない。俺、担当がつかないっていうのが一番ありえねえと思うんだけど、これ。まあ、賞金はまあ、ともかく、まあ、いや、おかしいけど、賞金がね、ずっと未払いのまま、
スルーされるのもおかしいけど、だってさ、新人漫画賞で佳作取ってんのに担当がつかないって何？おかしくない？もう今となってもどうでもいい話なんだけど、ほんと言いてはいます、この雑誌の名前。出版社の名前、今、のうのうと存在してるけどさ。まあ、いずれ言う時がね、来るかもしれないですけど。はい。また、アシスタントの動画のコメントですね。カノカリのアシスタントさんたちはめちゃくちゃ幸せそうだったんだけど、ケウだったんやろな。そのアシスタントさんたちの中には、すでに漫画家デビューしてるけど、居心地がいいからアシスタント続けてるって人もいたぐらいだし、真島博先生のアシスタントもめっちゃホワイト環境っぽいし、こればっかりは巡り合わせだね。カノカリって何ですか？彼女をお借りしますかな？ちょっとすみません、詳しくなくて申し訳ないですけど。いや、そういうなんか、エピソードを聞いたり、もしくは、巻末単行本のなんか、おまけ漫画っていうか、そういうので知ったんですかね。だからもうこれはね、アシスタント、まあ、でも最近在宅のアシスタントってあんの？あるか。まあ探せば。まあずっと、あ、大御所のところはそうだね。アナログでやってる先生もまだいると思うから、まあアナログっていうか、ハイブリッド型の方も、先生もいると思う。さすがにアナログ1本。どうなのかな？アナログ1本、オンリーのところはもうさすがに少なくなってきてると思うんだけど、ハイブリッド型はいるかもしれないですね。うん、はい、次、引きこもりの漫画家のイラストレーターのバッグの中身っていうね、これもちょっと結局スマホで撮ったから聞きづらくて、ちょっと不親切な動画なんですけど、お体お気をつけください。コロナじゃないことを願っております。まさかこのバッグでデート行ってないですよね。デートは普通のシンプルな黒の革トートバッグとかで行ってますよね。大丈夫ですよね。最後のあれがあそこに入ってる。コンドームのことかな。このバッグでデートでも行ってるのかと思ってました。エナメルのね、エナメルスポーツバッグ、アディダスの、あれでデートは行ってないです。大丈夫です。ただ、あの中に入れてたセカンドバッグで行きました。まあ、黒の革の、うん。で、セカンドバッグを持って、まあ、ハンドバッグ、セカンドバッグを、だセカンドバッグにだからコンドームとか、そのエチケット、時計のやつとかを全部入れてたんで、セカンドバッグで行きましたね。まあ、担ぐ、要は肩にかけてとかじゃなくて、なんつうの？要は片手で持てる、うん、タイプ、うん、のバッグで行ったんで、一応、はい、ご心配おかけしましたが、あのバッグでは行ってないです。バッグのチョイスでも、難しくない？うん。結婚式に招待された時もね、ハンドバッグの方ね、中に、バックインバッグというか、あれで行ったんだけどさ、手ぶらで行くのが、みたいなね。まあちょっと、はい。難しいですね。はい、コロナではなかったですね。熱とかは別にそんななかったんで、うん、別にすぐに。喉がずっとね、ガサ。てか、喉はね、基本的に、もうなんか、年中ガサついちゃってますね。うん。はい、これは、マッチングアプリ、もう最終章の、動画ですね。はい、動画のコメントですね、マッチングアプリのモチベーションを途切れてしまった気持ち分かりますと。まあ、こういうね、コメントくださった方は他にもたくさんいますね。今回残念でしたねと。まあ、でも一リスナーとしては、テイフリーさんなら恋人ができてもおかしくないと思いますし、今回のことにチャレンジしたことで女性との経験値がやっと貯められたんだと思いますし、せっかくその経験を積めたのですから、今回の反省点を生かして、また何ヶ月かして気持ちが落ち着いたら、マッチングアプリでも、ここで募集でも何でもいいので、恋人を作ることを頑張ってみてほしいと思いました。少しずつでも成長できる人だと感じていますので、諦めないでほしいです。せめて30代のうちはギリギリまで恋人を作りを諦めなくていいのではと思います。幸せになることを願ってますってことですね。はい。まあ、他にもね、ちょっと似たような、こういったね、コメントをね、いろいろ寄せてくださってる方がいて、ありがとうございます。うん、いやまあ確かにね、もうマッチングアプリに関しては、もういいかなって、もう完全に気持ちが切れちゃって、まあ、もしかしたらいずれ時間が経てば、またやってみようって思う時が来るのかもしれないけど、
現状、もうそんな気には全くならないんで、もう嫌って。もうなんかね、こう、なんつうのかな、ちょっと、これを引き合いに出すのはちょっとおかしい気がするけど、要は、フリーターで、またバイト先を見つけなきゃいけない、あの、だるさとちょっと似てる。まだなんか履歴書書いて、なんかもう、なんかタウンワークだかなんだか、引っ張り出して、情報を集めて、ネットで集めて、なんかもう、そこで履歴書書いて、なんか電話とかして、申し込む、わあ、もうめんどくさいみたいなね、もうこういう気持ちとちょっと似てる気がする。もうこんなのもうやりたくないみたいなね。要はマッチングして、なんか会話して、LINE 交換して、約束を、いろいろ、またそこでも会話して、人によってはビデオ通話を事前にやって、で、なんか、約束取り付けて、みたいな。で、最初のお会いをし、最初のファーストマッチ、まあ、リアルマッチングして、なんとかっていうのが、もうね、なんか、もう、気の遠くなるような 作業にだんだん覚えてきて、勢いがやっぱ重要ですよね、こういうのは。もう、何回も何回もずっと結局実らないことをずっとずっとずっとこれ繰り返してると、やる気が下がっていくっていうのは、だん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 ね。で、しかもドタキャンも食らったみたいな。もう一気にガタンって落ちちゃったから、もうしばらく、下手したらもう二度とやらない可能性もあるし、なかなか難しいとは思うんですけども。ただね、ここで募集ってつまり、ここで募集っていうのは、この動画で、彼女を募集してますって言うってことですよね。じゃあ募集する？募集しますか？もう、でも、言ってしまえばそっちの方が手っ取り早いっていうのはありますよね。マッチングアプリだと、ある程度プロフィールに、まあでも俺もマッチングアプリの時に漫画家とは言ってな、名乗ってなかったから、まあイラスト系ですとは本当に言ってたけど、ね、だからここでじゃあ 募集した方が、手っ取り早い。でも、とりあえず自分のこと知りたければ動画全部人となり、まあ全然善人でも何でもないんで、金持ちでも何でもないし、善人でもないし、もうおっさんっていうのはね、もう把握してくださると思うんですけども、その上で、彼女を募集しますってやった方がいいんですかね。じゃあ、募集しましょうか。彼女募集し、あ、もう彼女募集ってもなんか違うんだよね。なんか違うっていうか、じゃあ改めて、なんつうのかな。結婚願望は正直ないです。結婚に関しては、ちょっともう、諦めてます、僕は。なぜなら、解消がないし、やっぱり仕事から言え、不安定な仕事だし、解消がないし、その解消がないというのは、その同年代、の平均年収に比べて全然まだ追いついてないし、いつまたフリーターに戻るかもわからないし、表だって堂々と言えるような 仕事じゃないし、仕事じゃないっていうかそのジャンルがね、ジャンル上表だって堂々と言えるような仕事じゃないので、なんかね、養える気がしないです。だから、結婚したいですかって言われたら、いや、結婚は正直そこまでしたいとは思ってないです、みたいな。絶対したくないとは、までは言わないですけど、ただ、自分の人生において、未だに彼女できたことがないので、さすがにそれは脱却したいと思って、だから恋人は欲しいんですよ。彼女は欲しい。っていう、わがままな スタンスです。わがままかつ、ねえ、まあ、どこに需要があるのかもよくわかんない立ち位置ですけど。まあそういうスタンスなんで、もしそんな自分でもよろしければ、でもね、彼女ってもうなんつうのかな。もうね、あれだ、インターネット彼女が欲しい。インターネット彼女。いや、別に、会わなくてもいいから、インターネット上 ネット上で彼女してくれる女性ね。まあさ、こういうこと、ね、募集するとさ、絶対男がさ、装って、からかって、まあ、動画的にそれはそれで美味しいのかもしんないけど、いるんだよな、多分。
わかんないけど。だからね、北は北海道、南沖縄、別に、ね、自分はね、ちょっとあの出会い中じゃないんで、はい、出会い中じゃないんで、はい、別にあのどこに住んでてもいいんで、インターネット彼女を募集します。もうネットでいいから、ネットでいいから、あの大好きみたいなメッセージを毎日送ってくれる。でも、一応それで彼女ができたって言えば、友達にどやれるので、どやみたいな感じで、彼女できたどやって言えるので、インターネット彼女になってくれる心優しい女性の方、女性の方、もちろん女性の方限定で募集したいと思うんで、じゃあ私インターネット彼女になってあげていいよっていう方がいたら、なんですね、ツイッターの DM か、あの同人誌を買った方なら、あそこにね、あの連絡先のね、ツイッターの DM じゃなくて別の連絡先が書いてあるんで、そこにメッセージを送って、メールを送っていただければ、彼女になれます。彼女になれますって、うん、全然遠距離でも私いいよみたいな、うん、とりあえずしばらくインターネット彼女でいいなら私いいよっていう人がいたら、ぜひ、はい、もう自分はね、選べる、相手を選べる立場じゃないんで、はい、もう大歓迎です。はい。よろしくお願いします。募集してます。はい、こんなところかな。はい。ちょっとふざけた感じになっちゃったけど。あ、これもアシスタントの動画ですね。ちゃんと挨拶しに行っただけで偉い。何にも言わずに消えていく人も多いと思う。要は、あの、やめさせてくださいって一応ね、挨拶に行ったって言ったんですよね。うん。もう今でもちょっとこれは本当はあんまり思い出したくない記憶なんですけども。でも一応言いましたよ。うん。逃げたかったですけどね。うん。もうひっそりと逃げたかったですけど。あ、だから確かあれだわ。だから日曜の夕方、だから月曜の昼に来て、そのままずーっと泊まりっぱなしで日曜の夕方に仕事終わったんですよね。だから、一旦はい帰って、また月曜の昼に来るみたいなルーティンだったんだけども、もうちょっとこれ無理だと思って、終わった後に先生の家に行って、やめさせてくださいみたいな感じで、頭下げに行ったん。うん、まあ、行きましたよ。でも確かに何も言わずに消えていく人もいるんでしょうね。うん。まあ普通のバイトでもさ、バックラーみたいな感じでもあるけど、漫画のアシスタントでも、当時はね、まあ在宅しかなかったから、ありそうですね。うん。次、これも漫画賞を受賞したけど、何も音沙汰なしっていう動画ですね。電話できないの分かる賞金くらいちゃんと入金してもらいたいですね。本当だよ。本当だよ。もう、この際もう担当とかどうでもいいから金だけ払えボケみたいなね感じですね。いや、ほんとそうだよ。なんで連絡ねえのって。あんまりね、もう連絡ないっていうのがもうほんとおかしい。なんでこっちから連絡しなきゃいけないんだよって。いや、まあ、しろよって話と言われ、まあ、そう言われはそうなんだけども。はい。分かっていただけますよね。はい。次、高校3年間で累計200ページ以上漫画原稿を書いて投稿をし続けた結果っていう、スクリーントーン1枚買うのもガクブルな時代でした。いくらだっけ ?300 円以上はしたよね。安いところだと200円台だって気がするんだけど、IC が、IC スクリーンが安かったような気がする。うん。400円以上するのもあった気がするな。IC、ジェイトーン、マクソン。あとなんだっけ、なんかあったっけ、ちょっと覚えてないですけど。そんなところですかね。はい。次、またね、マッチングアプリの最終章のコメントですね。疑り深い自分は、はい、いいえの返信の人は桜だと思ってしまいますね。要は、要約すると、はい、いいえでしか答え、メッセージを送ってくれない人がいたっていう話に。のところですね。うん、なるほどね。まあ、あの方に関しては桜ではなかったと思います。うん、桜だったらもっと若くて20代でプロフィールも、まあ、美人なお姉さんの写真を使うと思うんですよね。あの人はね、自分より1
個ぐらい年上で、プロフィール写真もぼやーっとしてて、はっきり、いや、見バレあんまりしたくないからって感じで、ぼやかしてたんで、うん。で、あれで桜はちょっと、うんって思っちゃったから、桜ではないですけど、でも本当にね、話が広がらなくて、なんで自分に興味を示してくれたのか、わかんないっていう。だからちょっともうそこあの人、まあね、人のせいにするのはどうかと思うけど、そういうのもちょっとなんかやる気がうせていっちゃったっていうのもありますね。次ですね。これが一番最近の新しい動画の手抜き手抜き動画ですね。クリップスタジオ手抜き講座、漫画作画講座みたいなコメントですね。動画を開いて初めて聞き流しできませんでした。笑って。漫画制作の参考にしますということですね。ありがとうございます。参考に なれば幸いなんですが、この動画、後で自分でも見返して、投稿する前に見ろよって話なんだけど、後で見返して気づいたんだけど、レイヤーの LT 変化とか、ここで右クリックしてっていう、話したけど、そのウィンドウすら出てなかったよね。なんで？このさ、右下のこれ、ね、レイヤーパレットがあるじゃないですか。今ちょっとね、いろんなレイヤーをタッチしてますけども、ここにカーソルを合わせて、例えばマウスだったら右クリックすると、右クリックするとウィンドウが出るんですよ。でも出てないんですよね。録画の環境の問題なのかしらないけど、出てなくて。それすらも出てないのはちょっと、これも映ってねえじゃんってね、うん。レイヤーの LT 変換の詳細画面とかは別のウィンドウに出しちゃってるから、それはもう一個のデュアルモニターにしてるんで、別のモニターにね、要は、皆さんにちょっとお見せできてないですけど、正面に、この液タブの正面にウィンドウ、モニターを設置してるんで、そっちに出るようにしてるんで、それは当然ね、出なくのは分かってたんですけども、右クリックして、いろんなね、コマンドが出てくるやつも、すら映ってないから、ちょっとね、説明としてだいぶ不親切だなって、思ってしまいました。ちょっと、だから、結局伝わりづらかった部分が、多々あった動画なんで、ちょっと反省してます。すいません。これも同じ動画ですね。漫画家ですが、とても参考になりました。第2弾も、お願いしますってことですね。いや、とんでもないです。はい、第2弾ね。あるかな、まあ自分が気づいてないところで探せばあるかもしれないんで、また思いついたらやると思います。はい、これも手抜き動画に対してのコメントですね。今回ね、いただいたコメントの中で、ね、これが一番嬉しかったですね。すげえプロだそうなんですよ、プロなんですよ。僕分かっていただきました。僕ね、漫画大好き芸人じゃないんですよ。プロなんですよ一応プロなんですよ。はい、プロフェッショナル漫画家なんですよ。はい、まあもちろんピンキリなんですけどね。で、一番上は小田栄一郎がいて、 K 省略がいて、真ん中ぐらいに清野徹がいて、 K 省略がいて、で一番下に俺がいるっていう、ね、ただこの3人は同じなんですよね。はい。同じなんですよね。はい。そうなんです。プロなんです。一応これで、税金払ったり、これで稼いだお金で税金払ったり、ご飯食べたり、電気代払ったりしてます。してます。はい。次ですね。これですね。まあ、こんなところかな。まあ、大体。まあ、もう今、49分になっちゃった。もうちょっと30分ぐらいに収めるつもりが。はい、皆さんね、このコメント、ありがとうございます。またね、引き続き、いつまでこのチャンネル動画が続くかどうかはわからないんですが、週1回をめどに投稿し続けるんで、またコメントしていただけると、次ね、間10本動画を作ったら、投稿を、コメント返しのね、回を作ろうと思ってるんで、引き続き、よろしくお願いします。
ちょっともう夏真っ盛りなんでね、エアコンつけて、扇風機もつけて、ガンガン部屋の中の冷たい空気回してて、さっきからずっと扇風機の音がちょっとガー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 入っちゃってるかもしれませんが、ご容赦ください。熱中症には皆さん、どうぞ十分にお気をつけください。お疲れ様でした。